はようございます。先日父出版社の藤尾社長に久しぶりにお目にかかりました。父出版社からは私も何冊か書籍を出させてもらっています。ただ今も臨済録に学ぶを作ってもらっているところです。この本は今月末には出来上がります。社長といろんな話をしていて、コロナ禍の間の話題になりました。社長はコロナ禍中に大病をなされたことに触れられました。手術の時にブッダの言葉を思ったというのが印象的でありました。ブッダが、自分は善を求めて出家して50年になった、ただこの道を歩んできたとおっしゃった言葉を思ったというのです。父出版社で出している月刊誌父が今年創刊45周年となりますので、社長はこの父を創刊して45年ひたすらこの一道を歩んできたという思いをブッダの言葉に重ね合わせたのだと思いました。このブッダの言葉は、スバッダよ、私は29歳で何かしら善を求めて出家した。スバッダよ、私は出家してから50年余りとなった。勝利と法の領域のみを歩んできた。これ以外に道の人なるものも存在しないというものです。これはブッダ伝生涯と思想、角川ソフィア文庫にある中村元先生の訳であります。この言葉にブッダの人となりを感じることができるのであります。これはブッダがクシナガラの村で日本のサラジュの間に横たわっておられた時のことです。スバッダという遍歴行者がブッダにお目にかかりたいとやってきたのでした。もはや涅槃に入ろうかというブッダに会わせることはかなわないと、おそばに仕えていたアーナンダはスバッダに断りました。ブッダは疲労しておられるので悩ませてはなりませんと告げたのでした。しかし押し問答は3回続きました。スバッダは3度会わせろと言い張りますが、アーナンダはブッダは臨終のとこで衰弱しぎっているから無理だと3遍とも断ったのでした。それでも引き下がる気配もなく、アーナンダは困り果てていました。しかし瀕死の重病人であるブッダはこの様子を聞いていたのでした。そしてなんとブッダは彼に会おうと言ったのでした。ブッダはアーナンダにこう言いました。やめなさいアーナンダよ、遍歴行者スバッダを拒絶するな。スバッダが修行を続けてきた者に会えるようにしてやれ。スバッダが私に尋ねようと欲することは何でもすべて知ろうと欲して尋ねるのであって、私を悩まそうと欲して尋ねるのではないのであろう。彼が私に尋ねたことは私は何でも説明するであろう。彼はそれを速やかに理解するであろうと。以下、ブッダ伝生涯と思想から引用させてもらいます。ところがスバッダは当時の有名な鉄人たちの諸説を挙げて、それに対するブッダの評価を尋ねるのです。ブッダはそんな無駄な論議はよしなさいと諭します。やめなさいスバッダよ、彼らはすべて自分の知を持って知ったのですか、あるいは彼らはすべて知っていないのですか。そのうちのある人々は知っていて、ある人々は知らないのですか、ということは放っておけ。スバッダよ、私はあなたに理法を説くことにしよう。それを聞きなさい。よく注意なさいよ。私は説くようにしよう。マハパリニッバーナスッタンタ。ブッダはスバッダの形而上学的な質問には答えずに、真理に従って生きる心構えを説くのでした。スバッダよ、私は29歳で何かしら善を求めて出家した。スバッダよ、私は出家してから50年余りとなった。勝利、正しい道理、勝利と法の領域のみを歩んできた。これ以外には
道の人なるものも存在しないというのであります。中村先生はここで注目されるのは、ブッダは善を求めて出家したのであり、善でも悪でもない悟りを求めて出家したのではないということです。いかによく生きるかが最大の関心事だったのではないかと思われます。他人のことはいざ知らず、自分はひたすら正しい道理、真理、ダルマを求めて修行に努め励んできた。この理法にかなったやり方で、自分は我が歩むべき道を歩むだけだというのです。他人が何と言おうと左右されない、この理想をブッダはずっと追い求めてきたというのです、と解説されています。さらに中村先生は、ブッダは最後においても歩むべき真実の道を実践的に説いたのであって、形而上学的な何か特殊な仏教という教えを説いたのではありませんでした。この説法を聞いてスバッダはブッダに帰依し、最後の弟子となるのですと記されています。今日でも仏教は宗教というよりも深遠な哲学だと言われることがあります。確かに今日の最先端の科学にも背くことのない深い哲理が説かれています。しかし単なる科学的理論ではありません。あくまでもこの世を生きる、善を求めてよく生きる道なのであります。それが具体的には八正道のことなのです。しかもその道というのはブッダが独自に作り出したものではないというのです。ブッダは次のように語っておられます。マスタニ文雄先生の仏教百話から引用します。私もまた過去の小学者たちのたどった古道、古い道、古道を発見したのである。ではビクたちよ、過去の小学者たちのたどった古道とは何であろうか。それはかの聖なる八思の道のことである。すなわち小賢、小子、小語、小語、小名、小小人、少年、小情の八つの小道がそれである。ビクたちよ、私はその道に従って進んで行き、やがて老子を知り、老子の寄ってきたるところを知った。またいかにして老子を克服すべきかを知り、老子の克服を実現すべき道を知ることを得たのである。ビクたちよ、私はそれらのことを知ることを得て、それをビクビクに並びに在家の人々に教えた。かくしてこの道は多くの人々によって知られ、栄え、広まって今日に至ったのである。とこう説かれています。ブッダ自身が過去の小学者たちのたどった古道、いにしえの道を発見したと仰せになっているのです。自分で新たな道を作り出したというのではなく、いにしえの仏たちが歩まれた道が誰も顧みられなくなっていたのを見出したのだということです。人間として歩む正しい道は昔も今も変わることはありません。いにしえから伝えられてきた道を自覚して、その道を歩むことこそ今の時代においても確かなことです。今の時代においてもいにしえより伝えられた道をしっかり学び、身につけることが大切なのであります。それでは姿勢と呼吸と整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、
息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みをがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。